皆さん、風景印ってご存知ですか？風景印とは、日本全国の名所などを描いた日付印のことで、郵便局によって様々なデザインが施されています。長崎県内446箇所ある郵便局のうち、風景印を扱っているのは127箇所。今回のシリーズでは、その127箇所すべての郵便局で風景印を押してもらい、デザインされている場所を巡っていきます。松浦の御厨郵便局になります。はい、ちょっとね、御厨ってね、読み方が難しいんですけれども、その松浦市大地の、一番西部に位置するのが御厨地区っていうところになりまして、はい、まあ松浦といえば、右側に見えますね、大きい火力発電所が並んでますね。長崎県の ね電力を賄ってるんでしょうけれども、こういう、半分工業地帯ですけどね、最近はね、アジフライですから、ね、アジフライで有名な町ですけどもね。御厨と聞いて何か思い浮かぶものは、平助さんありますか？御厨と聞いてね、なかなか、松浦の一地域ってイメージしかないんですが、なんかやっぱりこの辺りも海に近いので、海産物なんか風景に紹介されてるのかな。あとなんか歴史的なこの辺りはね、松浦島ですね、水軍で有名なね、戦国時代のそういう史跡なんかがあるのかな。ここ曲がるんだろう、知らんけど曲がるんだろう、知らんけど。曲がるとどこに出るんですかね。これは海の方に行きますね。港って書いて、だいたい御厨の中心を、ほら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 、あった、ほら、すぐあった、ほら、あった、ありましたね、ありましたね。到着でございます。到着し、あ、磯の香りがいいですね。はい、あ、海の真横なんだ。もう港のすぐそばですね。ねえ、御厨郵便局。御厨、読めねえこれ難しい地名ですけども、御厨郵便局、風景に行ってきます。はい、お願いします。こんにちは、長崎文化放送です。風景をお願いします。はい、御厨郵便局、綺麗ですよ。ぶどうと、この辺りにあります鹿半島だそうです。綺麗ですね。こういうなんかシンプルなデザイン好きですよ。はい、それではじゃあ行きましょう。64個目の風景印は、御厨郵便局のぶどうと星鹿半島です。今からは何を、一応この星鹿半島、なんか展望所がね、綺麗なところがあるそうですので、そこの城山っていうところに行きたいと思います。はい、ぶどうじゃなくて、これはトウモロコシです。トウモロコシですか。季節はトウモロコシですね。トウモロコシは、うちの子供はトウモロコシが言えず、トンコロムシって言ってましたけど近いんだけど遠いんだよな早くトウモロコシと言えるようになればいいんだけど、はい、この星ヶ城山って、ここしか看板がなかった。ほら、ここにね、看板があるよ。お、ありますね。ここしか残ったから、これでしょう。鹿城山。鹿城山。ありますね、看板が。ここ、ちょっと、行ってみよう。はい。あと、ぶどう問題もね。そうですね。ぶどう畑ないし。あ、いいところじゃないですか。ほら、なんか。すごいですね。すごいですね。海が見えて。山も見えるという。険しいですけどね、この道がねいや、険しいですね。険しいですね。これ対向車来たらどうするんだって道ですね。あ、おっと、なんか何か見えてきましたね。あ、星か城山。すごい、これは、これは展望台ですかね。展望台ですね。看板もある。あ、
この景色なんか期待できそうだな。行きましょう行きましょう、はい、でもこれぐる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 登るやつでしょ。すごい天候。松浦の市街地もよく見える。あ、これ天気良かったらほら松島福島ね、行きとか見えるんだでしょうね。これね、ぐるぐるなんか 100m ぐらい来ましたけども、あ、松浦の市街地がね、よく眺められますね。はい、すごいですね。すごいですね、綺麗ですね。牡鹿半島の一番先端の城山、これもね、牡鹿半島になりますが、まずは牡鹿半島、はい、登ってきました。綺麗なところです。はい、牡鹿半島が一望できますね。今度天気の日に行きましょう。はい、ブドウ問題、まさかの今通ってくるときに 見なかったな。牡鹿城山、あ、看板が書いてある。ここ軽ヶ谷城ってありますけどね、高野山、高野山今もね、金剛峯寺にね、軽ヶ谷堂っ ってお堂があって、はい、ああ確かにそこにこういう伝説のことが書いてあった。あとここはね、私たちがお世話になっている放送局の電波塔があるそうですので、ここから放送されてんですね。ありますね、これ多分、NCC は5チャンネルですブドウの名産地っていうぐらいだから、棚みたいなのがないとダメだよね。そうですね。牡鹿半島も来られたことは、いや存在さえ知らなかったもんね地図でこう見た時にそこに半島があるって意識してないもんな。やっぱりこの企画、自分で言うのもなんだけど、いい企画だなあ、そこブドウの木がちょろっと、ちょっとだったねなんか近いんじゃない。今のはまだちょろっとだったね。ハウスっていうか、ちょっとこの先になんかブドウね。今度あの辺のビニールハウスちょっと覗いてみようか。そうしましょうか。さ、この辺、まあ、ありそうな雰囲気はありますけど ねあれ何のハウスなんだろうね。もしかしてブドウ、トマトだ。こんにちは、すみません、この辺でブドウを育ててるとこだとか。ブドウを作ってあるとこですか。ああ、ブドウを作ってあるとこはですね、向こうの方になるんですけど、はいはいはい、あ、トマトだった。トマトでしたか。トマトだった。ここにもあるんですよ。あ、そうですか。はい、ですね、うん、あそこのタンクがある。ありますね、はいはい、あそこに一つあって、はいはい、その上のタンにも。あ、そうですか。はい、覗いてもよろしい。多分あのどなたか。女です、女です。はい、あ、わかりました、ありがとうございました。はい、ご丁寧にありがとうございました。ちょっとだけブドウを見せてください。はい、はい、言えとけば対応したの。いやいやいや、もう今あればよろしいんです。どこ、ちょっと田んぼにとって、あ、どこの人かな、多分ちょっと来てみようか。はい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 、入らすすか。よかったら近くで見せてもらってよろしいですか。はい、あるかな、あるかな、ちょっと 袋にかかってないです。 あったあったあった、ここ、こう、牡鹿半島のブドウありました。よかった。こちら御厨郵便局の風景印、ぶどうですね。美味しそうですね。クリアぶどう。苦労した甲斐がありました。というわけで、64個目の風景印は御厨郵便局のぶどうと牡鹿半島でした。